残額がないゴミ同然の iTunes コードをフレンドにプレゼントした。中身が入っていて神話アクセまで出された。おいすーキレンです。ついに来ました。皆さんお待ちかね、ダークナイツ。今回はこのクラスがどんな職業なのか、また PVP、PVE のスキルセットはどうすべきなのか紹介していこうと思います。で、今回は物理的にスキル解放までを紹介することはできない、習得することができなかったので、55レベルまでに覚えるスキルまでを紹介させていただきます。で、スキル解放後の情報は覚醒のダークナイトの情報と合わせてリリースする予定なのでご期待ください。それでは早速行ってみよう。まずはダークナイトがどういうクラスなのか紹介していきます。で、このクラスは剣士でありながら回避はテレポートっていう特徴を持っています。で、また高威力、高範囲のスキルが多く、 PVE では高い仮効率を出すことができます。で、一方 PVP なんですけども、スキル発生が遅いスーパーマンのスキルっていうのが2つあって、まあ多いんですけども、戦闘は意外とずっしりとするという戦い方になるんですよね。というか緩急があるクラスと言えると思います。急に近づいてシュンとすることもあれば、スキルの発生っていうのが遅いんでずっしりみたいな感じ、まあ、歓喜があるクラスと言えます。で、タイマンは、シンプルなコンボ、スキルっていうのを使って戦うことができるため、結構カジュアルに PVP を楽しみたいっていう方に、まあ、いいクラスなのかなといった気もします。で、また、集団戦 GVG ですが、スーパーアーマー時間が長いスキルっていうのが2つある。という特徴はあるんですけども、優れた遠距離スキルっていうのがあるわけでもないので、まあ、バチバチに活躍しやすいキャラではないのかなと。いった気はします。で、ダメージを出すには、まあ、それなりの戦闘力が必要といった感じです。と、まあ、現状はこういった評価なんですけども、もちろんスキル解放後で評価変わります。簡単に言うと、ダークナイトの解放スキルっていうのは、PVE にはあまり影響がないため、他のクラスに比べ相対的に評価が下がる。で、タイマンはより戦いやすく、高ダメージを狙えるようになる。で、集団戦も戦いやすく、なりますよ、といった感じです。まあ、ざっくり説明になったんですけども、詳しい説明っていうのはスキル解放を完了した後に動画として出すのでよろしくお願いします。それではダークナイトのスキルの方を見ていきましょう。まずはダークナイトの系列ダメージを見ていきましょう。で、ダークナイトの系列ダメージなんですけども、2択ですね。現状は2択あると思ってます。R ラブリフの方と、ラブリフアヒブの方で分かれるんじゃないかなと思います。で、覚醒後のダークナイトっていうのはラブリフアヒブってなるので、だから2択ですね。今後をガチで見据えてラブリフアヒブに固めておくか、まあ汎用性の高い多色ともね、多色でも R めっちゃ使いますから、汎用性の高い R ラブリフするか2択だと思います。まあ、そこで選んでもらえればいいのかなといった気はします。で、スキルの方見ていきますけども、まあ日本語で書かれてあるので、まあどういったところに使うよといった感じで、ざっくり説明していこうと思います。まずはこのチャージスラスト。このスキルは、気絶ですね。なんで、コンボに、PVP のコンボに使います。で、湧き上がる闇。これは、まあ、あえて使うことはないですね。これ PVE かな、使っても。PVP では使わない。で、ギアーズオブフェイト。これも、スーパーアーマーがないので、まあ、PVP ではあえて使うことはないかなといった感じはします。まあ、一応進化で攻撃力増加ってあって、まあ、組み込めばって思ったんですけども、まあ、スキル解放のこととかも考えると、これは入れないかなといった気はします。エクスキューション。これも、なかなかちょっと使いづらいですね。ちょっとありかなって思ったんですけど、連携スキル的にはちょっとありかなって思ったんですけど、これもちょっと多分使わないかなといった感じ。で、このスキル、エアレイドっていうこのダークナイトのスキル、マージ強いんですよ。強い。で、どういうものかっていうと、まあ、敵に、回避というか、一瞬消えて、近づいて、で、1回目の攻撃中、スーパーアーマーで浮かしてから最後バウンドっていうか、まあ、なんか敵転倒させるってスキルなんですけど、これ強いんですけども、気をつけてほしいのが、1回目の攻撃中のみスーパーアーマーなんですよ。プレビュー見るとわかるんですけど、一回切り上げて、切り下げるっていうスキルなんですけど、切り上げた時はスーパーアーマーなんですけども、切り下げてる時はスーパーアーマーじゃないので、攻撃、反撃食らうんですよ。それだけマジで気をつけてください。だから、使い方としては、後で説明するダークネスショット。まあ、
遠距離スキルなんですけど、それを当ててからエアレイドで近づいて点灯させるっていうと、かなり安定した動きができるんですけども、スーパーアーマー状態の敵に向かってエアレイドをていってやると、わーってこけちゃうんですよね。結構こけがちなので、それだけは気をつけてください。で、ダークネスショット。これが遠距離スキルですね。で、このスキル、こういった、ペッって、遠距離、パッって出して、で、それ敵硬直させるってやつなんですけど、これが解放スキルに含まれてるんですよ。含まれてて、で、これ解放すると、まあ、めちゃめちゃ強くなる。めっちゃ使いやすくなってめっちゃ強くなる。タイマンがより強くなるっていう、ものになるんですよ。ただこれは、狩りでは使えないものになるので、まあ、狩り性能は、っていうとこなんですよね。はい。まあ、ダークネスショット、使いやすくなるんだと。期待ですね、これは。で、引き裂く狂気。これも、まあ、解放に含まれるんですが、これはですね、ノックバックをさせるっていう貴重なスキルなんですけども、最後の打撃成功時ノックバックなんですよ。で、解放前のコンボ考えてた時に、まあ、これ入れようかなって思ったんですよ、ノックバックだから。結果コンボダメージ伸びるんですけど、ちょっとね、このノックバックなかなかやっぱ入んなかったんで、これは、除外しました。ただ、解放後は、まあ入れようかなって思ってます。入れようかなって思ってます。現状は今入れないって感じ。で、これは回復スキルですね、ダークナイト。まあ、新クラスには珍しい、回復スキルをダークナイト持ってるんだなと。セルフで回復できちゃいます。で、しかも優秀なのが、攻撃力増加と、HP 回復持続でもついてるってね。これ優秀ですね、非常に。で、繰り返される抹殺ってやつなんですけど、これね、今入れてます。EVP のスキルセット入れてるんですけど、まあ、単純にダメージが高いっていうのと、最後に浮かせることができるっていうので入れてます。で、インバランスっていうスキル、これは、まあ、発生の早い点灯スキルですけど、スーパーもついてないんで入れないですかね。で、このカーバスリビアってスキル、これもちょっと言いたいことがあって、これ攻撃準備中前方ガードっていうもので、ケイってね、なんか切る、やつなんですけど、ブレイダーの強氷っていう、刀構えてから、シュンシュンって切るやつ想像してもらうと近いんですけど、あれに近いです。攻撃準備中前方ガード。あれに近いんですけども、ただ、明確に一つだけ違うところがあって、これ結構マジで使いづらい理由の一つなんですけど、このカーバスリビアの魅了っていうスキルは、刀を構えてる間は前方ガードなんですけども、敵をこう切りつけ出した瞬間から前方ガードじゃなくなるんですよ。なくなるので、敵の反撃を食らうんですよね。ブレイダーの強氷の場合は、敵に切りつけてる間も前方ガードなんで、安心して前方ガード殴ることができるんですけど、これはそうではないんですよ。これは気をつけてください。ただ、スキル解放すると、カーバスリビア、スタックが増えるっていうのと、まあ、解放スキルの対象なんで、まあ、それは結構使いやすくなりますね。まあ、切ってる時に前方ガードがないんだよということだけを踏まえてください。で、次のスキルは、まあ、範囲スキルですね。これ PVE で使えると。で、これが、スーパーアーマーの、まあ、これも発生ちょっと遅めなんですけども、スーパーアーマーの、高ダメージのスキルになります。これは入れます。で、漆黒の灰っていうのは、これはもう、べらぼうに、ダメージを出すような、スキルになるんですけども、これはですね、今は入れてないんですけど、スキル解放後は入れてもいいのかなって言った気はしてます。で、ベディルの狂気。これもスーパーアーマーですね。まあ、本当にスーパーアーマーのスキルが、このベディルの狂気とフォールンワース。かな？あとは、スーパーアーマーっていうと、このエアレイドになるんですけども、エアレイドは、まあ、安心して使えるようなものではない。まあ、一打撃目だけスーパーアーマーってことなんで、まあ、イメージ突進好きとか、ビーストステップとか、ああいうのに近いのかなといった感じなんですけど、まあ、スーパーアーマー安心して使えるスキルはこの二つ。スタックがどっちも1なんですよ。なんで、ちょっとね、まあまあまあ、まあ長いっちゃ長いんだけど、スーパーまあスタック1か、みたいな感じはありますね。ちょっと少ないのかなと。発生は長いけど、ちょっと少ないかなといった気もしなくはないような感じです。まあこのスキル、ダメージめっちゃ出ます。まあ最後に覚える好きなんで、まあそりゃそうだろうって感じなんですけど、はい。まあ防御力も増加すると、って感じですね。そしたらスキルセットの方も見ていきましょう。まずはこれが PVE のスキルセットになります。はい。まあ、説明することは特にまあないっちゃないんですけども、仮効率っていうのを求めた際に、これが、一番仮効率出るかなといったスキルになったので、これになっています。で、
仮効率を検証している方っていうのが僕のリスナーさん兼フレンドさんの方でいるので、詳しく仮効率について PV 興味あるよっていう方は概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方からチェックしていただければと思います。で、次が PVP のスキルセットになるんですけども、まあ、現状選択肢っていうのがあまりないので、まあ、これでいいのかなと。集団戦も、タイマンもスキルセットも、このスキルセットでいいのかなというふうに思います。で、コンボの時間、まあ、コンボダメージってことを考えた際に、繰り返される抹殺っていう、このスキル入れたりとかするんですけども、ぶっちゃけ、カジュアルに PVP 楽しみたいっていう方であれば、このスキルであんま使う必要ないです。まあ、スキル解放前のスキルセットになるんで、これは別にまあね、まあ使ってもよ、要は3日間とか、まあ4日とか5日とかそのぐらいになると思うんですよ。そのぐらいになると思うんで、メインはやっぱ解放後のスキルセットになると思います。なんでまあ迷わなくても、とりあえずこれでやってみっか、みたいな感じでやってみてもいいかもしれません。解放すると、よりカジュアルに、より強い、PVP 楽しめると思うので、そちらの方をまあ参考にしていただければなと思います。それでは、コンボとかも確認したいということで、闘技場の方行きたいと思います。はい、これから闘技場をやっていくんですが、ダークナイトの戦い方っていうのとコンボっていうのに注目して、まあ、それを実況しながらプレイしていこうかなというふうに思います。はい、始まりました。戦闘力、ちょっと上の方のウィッチの方ですね。で、ダークナイトなんですけども、攻撃の起点となるスキルが2つあります。ダークネスショットっていう遠距離スキルと、エアレイドっていう近距離スキルです。まずはじゃあエアレイドの方から仕掛けたいと思うんですけど、回避エアレイドで急に仕掛けて、でダメージスキル打つ。これ一つ目のコンボですね。で、コンボ終わったんで回避で下がって、で、二つ目がこの、これは下がります。エアロデで行きましょうか。で、これ前方ガードのスキルなんで敵の攻撃は食らえません。で、まあダメージだけ与えて、メテオはまあ避けて、ください。避けて、で、遠距離スキルのやつ、当たらない。当たらないかもしれないですね、あんまり。まあ、回復スキルもあるんで、回復は使えました。ダークネスショット、遠距離スキル。これから仕掛けたいんですけども、まあ、当たんなきゃ、エアレードからでもいいです。別にこれでも。全然これでいいです。ただ、絵面的には、ちょっとそのダークネスショットからのコンボをお見せしたいんですけども、なかなか難しいか。ダークネスショット、当たった。で、気絶与えて、点灯させて、点灯させる。この、スキル、最後に使ったスキルなんですけども、ダメージは結構高いんですよ。ダメージは結構高いものになるんですけど、あ、これも一応コンボですね。スーパーアーマーがついてないんで、気をつける必要がありなんですよね、あれ。ここでダメージを重ねていく。避ける。避けれない。メテオは危ない。メテオは危ない。で、まあ、回復したりとか、体力減ったら回復して、って感じで。まあ、エアレイドが結構使いやすいんで、これですね。まあ、これで戦ってるのもいいのかなといった。まあ、遠距離スキルに関しては、これ解放するとマジ使いやすいスキルになるんで、そっちの、そこで使い分ければ、まあ、いいのかなといった感じ。本番は解放後ですね、やっぱし。ということで、いかがでしたでしょうか？まあ、ダークナイト紹介してきましたけども、ケロ編、まあ、個人的な評価としては、ダークナイト、やっぱカジュアルに PVP、タイマン楽しみたい方には、いいのかな、といった感じはします。わかりやすいんですよね。ダークネスショットを当てて、あ、当たったな、って言って、回避で仕掛けて、まあ、エアレイド仕掛けてとかって、わかりやすいんですよ。だからわかりやすいキャラなので、そういった意味では、いいのかな、といった感じはします。で、コンボのダメージを高いものにするには、結構技術っていうのが少し必要になってくるので、まあ、そこもやりがいがあって、面白いのかな、といった感じはします。で、覚醒後のことをちらっと言うと、覚醒後は、GVG とかっていうか、まあ、集団戦、トップクラスで強いキャラクターになります。タイマンはちょっと苦手になっちゃうんですけども、まあ、そういった、まあ、今後を見据えて、GVG 強いキャラ欲しいなっていう方は、なんならウィッチを超えるかもしれないぐらいの強さがあるので、まあ、そこを狙って育ててもいいのかなといった気はします。はい、という感じで今回の動画は終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。まあ、ダークナイトのスキルセットのこととか、コンボのこととか、覚醒継承のこととか、もう何でも何でも大丈夫です。もう覚醒継承バッチコイみたいな感じになっておりますので、ぜひ、
遊びに来てください。よろしくお願いします。で、動画投稿の方は夜20時を目安に毎日投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。